パルスだ。さあかかってこい。そうか。こちらの精鋭を出せ。
止まれ浪人。何用で参った？浪人ではない。酒井仁と申す。侍？ならば御前に会われよ。産木谷の佐藤さだ。さあ、こちら。参りましょう。まず御前にご挨拶。このお方が産木御前です。産木谷へようこそ。猛虎に知られておらぬようですな。ありがたいことにね。ここでは争いなんて幾とせもご無沙汰。太刀を抜けばうちの者が黙っちゃいないよ。その掟を守りゃわけもなく切られることはないけどね。さてそれじゃあ御用を伺おうじゃないか。仲立ちの五郎を探しておる。なるほどね。今頃下で酒をしこたま飲んでるはずだよ。仲良くしてやりな。礼を言う。また会いたいもんだね。あんたとは助け合えそうだ。お主が五郎か。だったらどうだったんだい。そういうあんたは酒井と申す。なに、侍はみんな死んだろう。生きているか確かめるか。だがその前に聞くんだ。志村殿から借りを返せとことづかった。志村様が何をしろって？本土まで下踏みを届けろ。そいつは高くつきますよ。まして猛虎が海を封じてるんだ。借りがあるのだろう。これで返せ。やるしかねえってことだ。菰田浜の戦で志村様と一緒に借りも消えたと思ったんだ。だから飲んでたんだよ。祝い酒ということか。弔い酒だ。俺らなんかを守るために大勢が死んだんだからな。だろ？そう思うのなら覚悟を決めて戦いに手を貸せ。だけど戦える侍がいないだろう。加勢は得られる。お主が下踏みを届ければな。早く終わればいいね。俺んちはここだ。入りな。この囲みはやすやすと抜けられねえだろうな。文はあんたが持ってるのか？ご当人だ。赤島の海岸にいらっしゃる。なんとかしてみるか。水戸岳砦の近くに船を隠してある。この地図に目印を書いた。そこで落ち合おう。俺が出てやろう。お主は行け。おお、そりゃ助かる。では赤島で。酒井様。五郎、いつまで隠れる気だ。中にいるんだろ。浪人が何用だ。あ、これはこれは、なぜ五郎の家なんかに。なんだと。いや、出直します。
様、お助けください。どうした？娘が何日も家に帰ってこないのです。逃げたのではないか？そんな子なものですか？探してください。母もそなたのように俺を守ろうと必死だったな。この辛さ分かるでしょう？最後に見た場所は道場です。私が先に帰ってあの子も戻るはずが、そのまま行方知れずに。探してみよう。クメを見た者がおるはずだ。だが他の僧がおらぬな。堺様、乗りよう。他の僧はどこ？もし太刀のお手入れをいたしませんか？堺様、十分な素材をお持ちください。また来よう。またいつでもお越しください。堺様、乗りよう。他の僧はどこだ？守備は？はい、お伝えします。ウムギ谷で五郎を見つけました。酔っておったか？覚ましました。御身への借りを返すため本土へ船を出すと。悪人も使いよう。あやつほど海を知る者はおらん。この二人が下文の使いですか？そうだ。小太郎も太郎も中遊の士、鎌倉への書状を託すにふさわしい。五郎曰く、近くで落ち合い船へ案内するとのこと。宵闇に紛れて立つぞ。その時までに戦支度を済ませろ。はい、叔父上。頃合いだ。皆馬に乗れ。いつでも立てます。油断せず野党にも気をつけよ。走れ。その顔、聞きたいことがあるようだな。申してみよう。五郎と知り合ったいきさつは？お金製の殻の絹を売っておったのを捕らえてな。絹を燃やし放免してやった。罰する代わりに恩を売ったのですね。腕の良い先導は得がたいからな。猛虎の囲みは厚い。五郎は抜けられるでしょうか？抜けるしかない。我らが捕らえられたらどうします？血を恐れてはならぬ。勇気を持ち、守るべき民のことを忘れるな。志村様。五郎、船はどこだ？こちらに。生きてらっしゃったとは。よかった。よく引き受けた。見直したぞ。まあやるにはやりますが、岸を離れることなく沈められちまうかもしれませんよ。この身の兵が船に行参いますから。では奴らの気を他にそらさねばな。止まれ。他
ここからは歩く。水戸だけ取りで。父が槍川家から奪ったものだ。今や猛虎の砦、侍が二人で奪い返せば肝を冷やすだろうが、砦の中で騒ぎを起こせば、船の物見も目を向けるはずだ。五郎、これより我らは砦に押し入ってくる。その隙に船を出せ。ダメです、死ぬおつもりですか。いいから下踏みを届けろ。馬では気づかれる。歩いていくぞ、良いな酒井。猛虎は手ごわい敵だが、食いさえつければ勝機はある。それだけで砦を落とせますか。なぜといえど一斉にはかかってこられまい。幾度敵の不意をつけると。初手だけで十分、残りは切るのみだ。この兵隠れて行けば、敵に背を向ければ背中に逃げ傷を受けるぞ。どうしよう
進む。見上げた上達ぶりではないか。こやつら恐れをなしておるぞ。それでこそ武士。ありがたく存じます。不覚を取るな。騒ぎを起こしてやれ。もうこの船にいる兵の目を残らず引きつけるぞ。Ah!
陣、行くぞ。入江と何があった？猛虎に見つかったな。奴らの船に追われればひとたまりもなかろう。いえ、我らがおります。それにこの火槍も敵の兵器だぞ。それを使うと今は味方の命が肝心。操れるのだな。やってみせます。猛虎の船を潰せ。砦の兵は任せろ。叔父上、ここで死ぬつもりはないがな。まず五郎の船に近づけるな。やりました。もうこの船が燃えています。続けろ。このまま距離を稼ぐ。一度ならず猛虎の狙いをくじくとは。叔父上の教えに恥じぬようにと。それどころではない。まこと立派になったもの。成長したな。あの下踏みには上申もしたためてある。お前を志村の後継ぎにするとな。叔父上、心中では常にそなたを後継ぎと思っておったが、この戦が終われば世に知らしめる。いつの日か民はそなたを頭と仰ぐだろう。わしの後を継ぎ地頭となるのだ。将軍様の下事情によってな。私が務めを果たせるでしょうか。果たせるとも。
援軍がつくまでの間もことを進めておかねばな。お考えが。まずは戦支度だ。お互いにな。終わったら我が久原の陣所に来るがいい。その後共に藩から我が城を取り戻し対馬を救う。父と子として将軍様も勝利を祝ってくだされよ。離れることになるな。くれぐれも用心しろ。よし、ノブ。